北村君がすごいアニメも好きって言ってくれていたので,で感動してましたずっと。<laughs> うん、なるほど作品にあの声なんですよねみたいなもうずっとそんな感じでした。 あの、まあ、食堂があったので、そこで食べてる時にね、ちょうど別作品で。すっごい北村くんが好きな作品の主役がたまたま通りかかって、挨拶してくれて。で、それで上に上がっていくっていうこともあったりとかしてね。はい、すっごい感動してたもんね。すごい一番テンション上がった姿をそこで見れましたね。ねびっくりしましたね。もう。感激してましたね。二日間、僕は感激。二日間、感激してました。ずっと食べ物の話してたよね。 俺ずっと吉根さんから美味しいお店をずっと聞いてた思い出がある <laughs> すっごいよく知ってるんですよそうなんですね本当にいろんな地方の美味しいお店屋さんを俺未だにブックマークであの全部取っておいてあるんで, <laughs> でラーメンばっかりでしたっけどねラーメンばっかり <laughs> <laughs> こっちでディレクションしてああだこうだ打ち合わせしてる間にブースの方からラーメンの話ばっかり聞こえてくるんで 醤油ラーメンだったたらあそこでねみたいな変 <laughs> わり種だったらみたいな話ずーっとしてて <laughs> そんな和やかなひとときも2日間で,あ,でありましたね本当に一番最初実はあのオーディションでこの役受けさせていただきましてでその時に相馬と出会ってで実際その役を決まった後にあのに音響チームの方からもあのまあお二人と一緒にアフレコができるってなかなかないんですよこういう劇場版だったりとかの。<laughs> ものでもそのメインメンバーが集まってアフレコをするっていうのが結構珍しいあの光景でしてでその中で本当に一緒に撮れるって本当に空気感をいっぱい作れることだなとは思っていましたしでその中で音響チームの方からなるべく彼ら彼女らがそのとにかく気持ちよくいつものようなお芝居をこちらも見たいから。 そういったものを引き出せるようなできればパイプ役になってほしいということはおっしゃられていてでもそれはもう普段からものづくりする上でフィルムづくりの中では一番大事なことではあるのでやっぱり現場の中の,そのブースの中でしか分からない空気感だったりとか,なんかそういったものをすごく大事にしながら本当にみんなでそれこそあの吉野さんがおっしゃられているように本当2日間戦争だったんで僕らにとっては本当戦争のような2日間で。<laughs> 本当にもう朝一番早くから入ってでみんなで挨拶をしてそこから一緒にお昼ご飯を食べてでそれでまた後半戦に向かって夜遅くまでやって誰かがちょっとあの例えば少し悩んでいたりっていうものがあればもちろんあの演出の方からもいろいろなそのディレクションは入るんですけどでもそれをみんなでこういうことっていうことかもしれないしこんな考え方もあるかもねっていうのを本当にお互いその 何でしょう芸歴にかかわらず本当にみんなで支え合いながらいろんな話をしたりとか。